どうぞ。失礼します。おはようございます。どうも、お待たせします。最初ですね。実は今日、はい、ナイツさんを呼んだのは、はい、ちょっと一つご相談がありまして、はい、今回泉大地さんで、はい、番組をやろうかな。おお、マジっすか。しかも、ピンク。おお、身が重いやつじゃないですか。ピンのやつか、うん、はい。ちなみに、その、まあ、何かこれからね、まあ、何やろうかなっていうところを考えてたんですけど、うん、はい、なんか大地さんの、これやりたいなみたいな、なんかありますか、はい、自分の企画でとかですよね。うん、なんか今までもいろいろやってきたと思うけれども、はいはい、これやってみたいんだよね。なんすかね、なんか、まあでも僕趣味が釣り結構好きで、うん、なんか前ファンクラブのなんか企画で本当は釣りの企画もやる予定だったんですけど、なんかそれがちょっとドッキリでできなかったんですよ。だからもしできるんだったら釣りの企画とかどうすんの。ほう、釣りの企画。はい、なるほど。やっぱりそのファンクラブのやつが結構根に持ってるから。いや、根に持ってるわけじゃないですけどね。いいかもしれない、ね。確かに、まあ好きなものを打ち込めるっていう意味ではね。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。まあ確かにね、釣りもいいけど、はい、まあ、例えばなんかその、せっかくね、こうやって番組でこうやっていく、配信して、ファンの子たちにも見てもらうっていうところで、なんかその番組の中でも、はい、ファンの子たちと交流とかね、そういうのができるといいなと思って、はいはい、なるほど、なるほど。まあ、釣りとプラス何かを受けられたらなって、確かに。して、ファンの子たちもなんかそういう悩みを聞くとか。ああ、釣りしながらとかするね。ああ、いいっすね。大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。悩み相談。ああ、悩み相談プラス釣りみたいな感じですか。まあ、釣りプラス悩み相談なんですけど、はいはいはい、人のそういう悩みに乗る、はいはいはい、ああ、いいじゃないですか。やっぱじゃあさすがに釣りだけ僕ずっとしてたのにちょっと絵持たないですもんね。ひたすら釣りしてるっていうのはあれですもんね。まあ大地さんならその力はある。じゃあちょっとやってみましょう、はい、マジっすか、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで泉大地の釣り部始めました。いや、第1回ということなんですけど、早速もうこんな釣り竿まで用意していただいてですね、でこんなつなぎの衣装まで用意していただいて、早速来たということなんですけど、ここ市ヶ谷のフィッシングセンターなんですよ。ちなみに個人的にもこの釣り堀よく行ってたんですよ。だからまあ第1回には確かにふさわしいかなという感じで、まあ、ちょっと僕はすごい楽しみにしております。というわけで、まあ早速悩みをまあ解決しながら釣りをねしていこうかななんて思ってます。5匹ぐらい。控えめですね。嘘です。もう10匹、20匹ぐらい、2、30匹やろうかなと思ってますんでね。もう悩み1個を解決するために1匹釣るぐらいのすげえ速いテンポで釣ろうかなと思ってます。期待しててください。じゃあ行きましょう。行きましょう。行ってきます。うぃーっす。いやー、ちょっと久々っすね、ここ来んの。うわー、うわ、めちゃくちゃこれもう、こんな、こんな目の前にいるもんすか、これ。あ、でかいな。普通に楽しみっていう釣りをすることに対して。いや、でもいいんすよね、この雰囲気も。座りながらできるし。いや、ちょっと頑張りたいっすね。ういーす。いや、ちょっと早速やっていきたいなと思います。もう魚たちがね、上すぎて人が来た時点でこんなに集まってるっていう。いや、もうこれ速攻釣れんじゃないですか。やべ。
ほらほらほら。あーでもつついてんじゃないですかね。おっ、あーやべえ、予想以上に難しいやつだなこれ。ここ落としちゃうぞ。おいおい、ここ落としちゃったら食うだろう。あ、すごい、意外と食わねえんだな。おかしいなぁ、もっとイージーだと思ってたんだけどな。ちょっと悔しいな。でかいのかな。よし、おい何してんだよ。釣りしてんだよこっちはさ。じゃじゃ、ほら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 、あ、来た来た来た。あ、あれ？ちくしょう。おかしいんだよな。おかしいんだよな、君ら二人、二匹。味しめてるな。味しめてるな、なやめろ。それまあね、多分視聴者の人は薄々気づいてると思うんですけど、まあ、僕一応あくまで趣味なんで、うまくはないってことだけ。ちゃ、ちゃ、おいおい、おわあ、なんでだよ。釣れねえな。大地さん、はい、お楽しみのところすいません。はいはい、そろそろお悩みの相談の方を、夢中になってしまいました、ごめんなさい。